敵ネットワーク機関ユニットであるアダムおよびイブの撃破が確認された。現在敵の指揮系統は一時的な混乱状態にある。この好機を逃さず人類軍は機械生命体に対し総攻撃をかけることが決定された。無論我々ヨルハ部隊も例外ではない。思い返せ、故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に栄光あれ。サーバー管理担当 3S、 サーバー管理担当 3S、 容量管理のため速やかにサーバー管理室に戻ってください。以上。司令部より各ヨルハ部隊員へ、地上に降下したら事前プログラムに従い作戦を自動遂行。2B に真実を告げることができないまま最後の大規模侵攻作戦が開始された。だけど僕はまだ知らなかった。この戦いの結末と僕たちの運命を。以上が命令です。理解できましたか？僕たちスキャナー部隊は総攻撃に備え敵の防空システムをハッキングで麻痺させる。その通りです。よくできました。なんか子供扱いされてる。気のせいです。防空システムを受信している機械生命体は電波状況の良い高所にいるはずです。ハッキング対象の機械生命体について大雑把な予測位置をマップに転送しました。了解。対象はくれぐれも破壊しないでください。破壊してもしばらくすると代わりの個体が現れてキリがありません。はいはい、そんなことしませんよ。対象は電波状況のいい高いところにいると推察されます。ビルの屋上などを調べてみてください。了解。しまった。 9S、命令はハッキングであって撃破ではありません。壊してしまうと再配備されるので意味がないからです。敵の視界の後ろからそーっと迫ってギュッとハッキングしてください。わかってるよ。ギュッとハッキングってなんだ。
のが…ハッキングに成功したみたいですね。偉いですね。やっぱり子供扱いされてる。次もよろしくお願いします。はーい。また破壊してしまったんですか。ギュッとハッキングするんですよ。ギュッと。交代の敵が配備されると思うので次こそはお願いします。了解です。もう少しだね。
重なようですね。今回の作戦では他のスキャナー部隊員も総動員されています。私たちも遅れを取らないようにしなければ。はーい、遅れを取らないようにします。 9S 何？戦闘中はなるべく当該エリアから離れてください。それじゃあ支援できませんけど。あなたのようなスキャナーモデルは戦闘向きではありません。あれ、心配してくれてるんですか？いえ、戦場にいても足手まといなだけですので。ひどすぎる。ようですね。今回の作戦では他のスキャナー部隊員も総動員されています。私たちも遅れを取らないようにしなければ。はーい、遅れを取らないようにします。 9S 何？戦闘中はなるべく当該エリアから離れてください。それじゃあ支援できませんけど。あなたのようなスキャナーモデルは戦闘向きではありません。あれ、心配してくれてるんですか？いえ、戦場にいても足手まといなだけですので。ひどすぎ。こちらの担当分作業は全て終了。そっちはどう？こっちもあと一つかな。了解。あとバンカーに戻ったらデータ同期をしておいて。忘れてた。君の戦闘データが未納だからスキャナーモデル全体がアップデートできないんです。了解。この作戦が終了したら対応する。頼みましたよ。
これで分担は全部かな。推奨、戦闘状況が悪化する前に 2B と合流。分かってる。2B との合流地点を地図にマークっと。
しまった。廃墟都市の南西にあります。飛行ユニットで向かい、現地で 9S さんと合流してください。了解。先日のイブ戦で破損した武器も修復して搭載しておきました。到着時にはすでに全体の作戦が始まっていますので気をつけてくださいね。ありがとう。月面人類回避。地上で奮戦しているアンドロイド諸君、我らが誇る精鋭ヨルハブ隊、敵ネットワークユニット、アダム、およびイブを撃破した。この勝利は地球奪還に向けての大きな一歩となろう。我々月面の人類も喜びの声に満ちて、今後のさらなる諸君らの健闘に期待する。人類栄光を。状況は？作戦は開始。先行部隊はすでに交戦中。僕たちの役割は先行部隊の状況に合わせて援護する遊撃部隊。先行部隊が交戦している場所をマップに転送しました。援護に向かいましょう。了解。
隊デルタ隊長、交戦中の機械生命体が暴れていて手をつけられない。こちら 2B 遊撃部隊、今からそちらのエンドに向かう。了解、感謝する。よっ、次の部隊の援護に向かいます。私たちもそちらに同行し援護しよう。了解。こちら、こちら 3B チータ部隊隊長だ。機械生命体どもがどんどん増えていて手に負えない。悪いですね。報告、適正機械生命体の反応が通常よりも増加。イブのネットワークが破壊されたのに
どうして奴らは暴走してるんでしょう。私たちは戦うだけ。こちら 4B 先行攻撃部隊あるか。隊長、敵の攻撃に手を焼いている。こちら 2B 遊撃部隊、今からそちらの援護に向かう。了解、感謝する。他のポイントも急いで援護しに行こう。
距離からの EMP 攻撃が再起動しないと。援護する。覚醒剤、何がどうなってるんだ。トゥービーは僕が守る。
大丈夫。EMP 攻撃がトリガー、なんとかしないと。トゥービーを助けないと。トゥービー大丈夫？なんだ、取られてる。そんな、攻撃機能が動かない。ヨルハ部隊の識別信号だ。僕が 2B をハッキングして識別回路を焼き切る。お願い。司令部に通信、状況確認。不可能。機械生命体による妨害電波を感知。クソ。2B、妨害電波を出している個体をマークした。分かった。目標地点の情報を入手。マップにマーク。あのでかいのから妨害電波が出ているようです。ジャミングは解除されたはず。司令部に通信、
状況報告と救援要請。ポット、通信ロスト、司令部に接続できず。クソ、またジャミングが。通信環境は良好。通信ロストは接続認証の失敗によるもの。現在司令部の通信機能は完全に沈黙。バンカー、一体何が。ダメだ、キリがない。トゥビー、考えがある。バンカーには非常用のバックドアがあるから、そこから僕と 2B のパーソナルログデータを全部アップロードして、その後ここをブラックボックス反応で吹き飛ばす。分かった。データアップロード 30% 完了、 50% 完了、 70% 超えた。 9S まだ。もう少し。 92% 2B、 ブラックボックスを。データのアップロード完了。